な筆で柄を描いて染めている。印刷じゃなくて一枚一枚全部、はい、うん、じゃあすごい枚数描いてる。そうですね、シルクスクリーンとかハンコではないので、はい、全部筆で描いて。なんかシルクスクリーンみたいに見えるんですけど、なんでそういう型紙みたいなのも一切使いたくないので、はい、まあ、中にはある程度こうイメージして作ってあるのもあるんですけど、基本的には全て違う形になるようにしています。すごい。で、金沢で活動されてるんですか？作業してるのは小松市というところ。石川県の、はい、そうです。すごい。あと子供服の絵も描いて、うん、はい、そうですね。これはまあちょっとこういったイベントでのお遊びみたいな感じなんですけど、うん、やってます。ありがとうございます。はい、とんでもないです。じゃあなんかもしオーダーしたら好きな絵柄とかも描いてもらえたりするんですか？物にもよるんですけど、はい、ちょっとまあ検討させていただくっていう感じで頑張ってます。ありがとうございます。はい。わらび餅柄とかちょっと難しい。ちょっと今思ったんですけど。でもなんかこれとか結構近いかもしれない。半透明とか難しいんで。だから。あ、ありがとうございます。はい、どのくらいです。